隠れてくれ。向こうを探すぞ。何としても見つけ出せ。警戒されていますね。しばらく様子を見よう。先輩、ベナールがどこかへ行くみたいです。よし、王さん。遺跡に入っていくぞ。使用人たちに警護されているな。連中の隠れ家か。連れ去られた子供たちがここにいるかもしれませんね。そうだな、乗り込もう。あんたは。あの遺跡には暗黒術の罠が張り巡らされています。入ってもベラールのいる隠された祭壇まで行くのは不可能です。どうしてそんなに詳しいんですか？私は以前チュデルキン元老長のもとで元老院の管理をしていたものです。廃止後カーディナル様に天職を解いていただきまして。なるほど、氷教会のエリスグリ。それならお手の物ですね。で、今教会の任務に協力しているんだろう。その通りでございます。ベラールの内情を調べ、最高司祭代理カーディナル様に報告していました。君の情報をもとにカーディナルは俺たちの派遣を決めたのか。はい。話を戻しますが、暗黒術は各司祭団の入り口にのみかかっています。なので裏から入るのがよろしいかと。そんなところがあるのか。隠し祭壇とつながっている古い隠し通路があると聞いています。それを探してください。隠し通路か。あ、そうだ、教えてほしいことがある。分かる範囲でいい。情報が欲しい。隠し通路はどう探せばいい？申し訳ありません、その情報は持っていません。あるという噂を聞いたのみです。分かった、俺たちで探せよ。ベラールは本当に操られているのか。使用人たちがまともだった頃にこんな話を聞きました。骨董市で手に入れたあの不気味な本を読んでから人が変わったそうです。やはりあの本が原因か。
ベラールがつまずいて本を落とした時がありました。その一時、正気に戻ったように人が変わりました。あの本に操られているのではないかと。ベラールからあの本を引き離せば正気に戻るってわけか。この遺跡は一体？遺跡の奥に子供たちを連れ込んでいるとの噂ですが、真相はまだ確かめられていません。潜入して探るしかないか。この鍵なんだが、ちょっと見てくれ。それを探していたのです。どこにありましたか？ベラールの日記の裏表紙に隠されていた。前にベラールが正気に戻った時、その鍵を探してくれと頼んできました。女神像の台座に鍵穴があると。女神像？そんなものがどこかにあるということか。はい。ですが、そんな像はこの辺りにはどこにもなく。女神像の情報も必要か。で、鍵を開けると何が手に入るんだ？対抗策と言っていました。日記に書いてあったあれかもしれないな。一緒に潜入して協力してくれないか？申し訳ありません。これから情報提供者の一人を安全な場所まで連れて行かなければ。分かった。ここから先は俺たちで何とかするから行ってくれ。ありがとうございます。それでは。さて、まずは情報収集だな。頑張りましょう先輩。